吉田さん、火事場のバカ力はやっぱり当てにならないですね。私はね、ボクシングをやっていた時に、やっていたっていうほどでもないんですけどもね、やっていた時にものすごくいい言葉を聞いたんですよ。で、それはまさにそうだなと思ったんですけども、練習でやったことは試合では出るよっていうふうに言われましたね。とっさに出るらしいんですよ。練習でやったことはどっかでとっさに出ると、そういう火事場のクソ力はあるらしいんですよ。でも練習でやったこともないことが試合でいきなりわーっ出るような、そんなラッキーパンチはないよってことなんですよ。リング上ではラッキーパンチってあるんですけども、それはね、ラッキーパンチを打つための下地をずっと積んでいたからこそとっさに出ることがあるっていうだけなんですよ。でもやっぱりね、私たちのネットビジネスで言えば、じゃあ過去にね、100万円のものを売ったことがあります。じゃあもう一回100万のものを売ってみようかなっていう時に100万のものが売れる可能性があるんですよ。そうなんです。ビジネスって意識して同じ結果に結びつけられるかどうかっていうのが自分のスキルなんですよね。でも今までね、商品作ったことがない、セールスしたことがない、集客したことがない人が、じゃあそのまんまで市場に出ていって何ができるんやって話ですよ。それこそね、叩きのめされて終わりですよ。だから叩きのめされて、そしてその中から立ち上がってね、一つずつ学んでいく、そしてまた市場に出ていくと、また叩きのめされると、それを繰り返していって、だんだん倒れ方を覚えていって、殴られ方を覚えていって、復活の仕方を覚えていって、そしてやっと売り上げに結びつくと思うんですよね。だからそのために火事場のクソ力っていうのは、やられながらね、鍛錬することで儲けていけると思います。でネットビジネスがなんで楽勝かっていうと、みんなね、みんなやめていくんですよ。おいおい、またやめたのかみたいな感じですよね。ネットビジネスで稼ぎたいですって言って1年後にはいないというね。何なんだって話ですよね。今の仕事絶対辞めたいんです、もう本当やってられないですとか言って、5年経っても10年経ってもその仕事やってるわけでしょ。しかもネットビジネス、 YouTube、 こういうものをやればその方法から抜け出せるというふうなことが分かっているのに、やらないわけですよ。やることは単純ですよ。コンテンツ作りまくるだけね。まずはそこですよ。その後工夫です。でもコンテンツを作りまくるだけっていうところから、もうね、脱落者が9割ぐらい始まるんですよね。だからコンテンツを作り続けるだけってことができると、100人中90人以上脱落その市場から生き残る数人になるわけですよ。で、そこから自分の欲しい収入がいくらなのかなっていうふうなディテールが決まっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、そうなると市場の設定とか、テーマの設定とか、単価の設定とか、プロダクトローンチを学んでいったりとか、コピーライティングとか、トークスキルとかっていうふうになってくるんでしょうね。でも継続してコンテンツ発信ができない人が、どれだけトークスキルを学んでも、どれだけコピーライティングを学んでも、そのコピーライティングやトークスキルを出さないわけですから、その黄金の手法が人に届くことはないですよね。だったら下手な鉄砲を数打った方が絶対いいです。でも上手なパンチを覚えても、それを誰にもね、ぶちかまさない、リングにも登らないんだったら、永遠に1試合すら勝てないんですよ、ね。でもリングに上がって10試合やって10試合負けても、なんで負けたのかなとかね、何をやれば勝つ可能性が上がるのかなってことは、見えてくるんですよね。で、見えなかったらそれで終わりですよね。見えてきたらそれをトレーニングに生かす、繰り返しに生かす、コンテンツ提供に生かすってことをすれば、成功率は高まってくるということなんですよ。本当にね、そんなに難しいことかなと思いますよね。私はいろんなビジネスをやってきました。いろんな業態の会社をやってきました。店舗も何十店舗もやってきました。でもスマートフォンだけで起業できて、スマートフォンで商品作って、スマートフォンでセールスができる、これだけあれば、この10センチ四角のものがあれば、ポケットに入るようなものがあれば、1億円稼げる商売は他に知りませんね。本当にね、1億円ね、こんな薄っぺらいもんで稼げちゃうわけですよ。ここに手鏡ありますよね。これどっち持ちますって感じですよね。こっちを持つと1億円、こっちを持つとハンサムな顔が映るだけ。でもこっちを手にしても、やらないんだったらこっちを持っているより立ちが悪いですよ。ハンサムな顔すら映らないですからね。いってらっしゃい。